第2次、大熊内閣は、白爵・早稲田大学総長の大熊重信が、第17代内閣総理大臣に任命され、1914年4月16日から1916年10月9日まで、続いた、日本の内閣である。国務大臣1914年4月16日、任命。在職日数482日。内閣初期官庁。 法制局長官1914年4月16日、任命。賛成官1914年10月6日、設置。1915年7月2日任命。実は1916の年設置。副賛成官1914年10月6日、設置。1915年7月2日任命。国務大臣1915年8月10日任命。 在職日数427日。内閣書記官庁、法制局長官1915年8月10日、留任。参政官1915年8月21日、任命。副参政官1915年8月21日、任命。全内閣の事務引き継ぎは除く。改造前の事務引き継ぎは除く。第一次、山本内閣が解放。 徳川家里、と清浦敬吾に対名が降下するが、いずれも疎閣に失敗。言動会議はやむなく1907年の県政本党の内紛を機に政界を引退していた大隈重信を後継に創生した。19144月13日に対名降下を受けた大隈は、旧県政本党以来の議員が所属していた立憲同士会、中政会から閣僚を入れて、 祖閣を行った。立憲同士会の指導者で大熊と密接な三菱財閥と血縁関係にある加藤孔明が外務大臣として大熊を補佐した。第一次世界大戦が勃発するとイギリス帝国との日英同盟により連合国の一員としてドイツに戦線を布告。三島半島南洋諸島からドイツ勢力を駆逐すると 中華民国北京政府に対して、大化21か条要求を提出した。北京政府はこれを認めたものの、これを内外の情勢に配慮しない、加藤外相の独創と見た、元老、山形有友らからは、不況を買った。その後、元老、山形有友との約束である二個師団、増設問題の解決に努めるものの、衆議院、第一党である、 立憲政友会はこれに強く反対した。このため衆議院解散を行って、第12回衆議院議員総選挙に臨んだが、その際山形警官僚の大浦兼武内務大臣が大規模な選挙干渉を行った。その結果立憲同士会が第一党になり、大熊博講演会などの与党も躍進し、安定多数を取るに至った。しかし選挙後に、 大浦内省による議員買収工作が明るみに出て、加藤外相を含む多数の閣僚も前途が多難であるとして辞表提出した。1915年7月31日、他の閣僚と共に大熊も辞表提出した。しかし大熊に好意を持っていた大正天皇は独断で大熊の辞表を却下し、さらに元老も即位大礼を控えた時期に政変は 望ましくないとして、大熊内閣の存続を勧告した。この展開は、大熊の望んでいたものであり、8月10日に大半を新閣僚とした内閣改造を行った。大熊は、加藤孔明を後継首相とすることを望んでおり、それを望まない元老たちとの安東が続いた。翌年の9月26日、大熊は人を内装し、後継者として加藤を指名した。 大熊は大戦言わない大臣に言動会議を開かずに加藤に組閣の対面が下るよう要請したが大戦はこれを拒否し大戦から話を聞いた山形も激怒した山形は大熊には一年半も欺かれたと吐き捨てている10月4日大熊は辞表を提出したが辞表の中でも加藤を後継者として指名する異様な形式であったしかし 山形の運動により、大正天皇は元老への指紋を行い、山形、松方正義、大戦の三元老と、西園寺金持は寺内を一致して推薦し、寺内内閣が成立した。ありがとうございます。